聞いてください。ペチュニア。
なんと新曲になります。もう早くね、私たちみんなに聴いてほしくてしょうがなかったんですけど、ね、うん、そわそわしてたずっと、ちょっと緊張ですね。みんな好きな曲、まずはね、浴衣でお披露目させていただきたいなと思います。まあ、8月22日っていう曲があって、その8月22日にやる曲ということで、ちょっとそんなことを考えながら作詞したので、皆さんもそんな感じで聴いてくれると嬉しいです。じゃあ早速もう新曲いきたいと思います。思います。みんな聞きたいよね。ましょう。あー、ドキドキ。聞きたいよね。ドキドキね。どう楽しみ。ドキドキ。それでは聞いてください。アステリズム。させていただきました。
しまして、磯谷さんに知ってもらいました。ありがとうございます。はい、アステリズムっていう曲名はりんちゃんがつけてくれたんだよね。はい、そうです。ことごとくボツにされてきたんですけどようやく一歩採用してもらいました。嬉しい。まあ、意味とかはね。あ、意味は星座です。おお、へえ一歩賢くなった ね。まあ、また歌詞を載せるので皆さん歌詞も見てライブで毎日聴いてくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、ということで浴衣の公演以上になってしまうので集合写真10秒いきます。10秒ちょっと私数えるとあれだから達也数えて。重大な任務がいきます。以上、私たちアムールでした。ありがとうございました。